皆さん、こんにちは。今回は杉良太郎さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。この度の能登半島地震の対応に私見と提言をする人物がいます。歌手で俳優の杉良太郎さん、その人です。被災者の被災地外避難を、システムができていないのは政治の怠慢などと苦言を呈しています。2024年1月11日、公式サイトを更新し、能登半島地震についての試験、日本の政治に対する提言を行いました。これまで阪神・淡路大震災、1995年、新潟県中越地震、2004年、東日本大震災、2011年、熊本地震、2015年など大規模災害が起こった際、現地からの要望、要求を見定め、タイミングを見て物資を送り、炊き出しを実施してきました。自身が現地で目にしたこと、感じたこと、届いた声などをたびたび発信してきています。現在も、厚生労働省の健康行政特別参与、警察庁特別防犯対策官を務めるように、機会があれば、政府や政治家に対して意見している人物でもあります。杉良太郎さんは、国や地方自治体に向けて再度被災者の被災地外避難を提言しました。能登半島の大震災において、お亡くなりになられた方々、関連死をされた方々、未だ安否のわからない行方不明の方々、また被災された方々に対し、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。私はこれまで国内外を問わず災害に対して関わってまいりました。その中でずっと声を上げておりましたが、それが形になっておりませんと吐露しています。阪神・淡路大震災、東日本大震災において大きな教訓を受けているはずです。地震や津波など災害が起きた時、火災も起こるなどし、陸路は遮断され、救助救援のため陸路は完全に使えない。私が阪神・淡路大震災の頃から提案してきたのは、被災地外避難です。最初にやるべきことがこれです。被災地域から被災地外への避難、県内外問わず被災していないところ、ペットも一緒に避難すべきですと指摘しました。その理由について、被災者は日々の暮らしが制約されることによって精神的苦痛を強いられることになります。ほとんどの方々は高齢者です。毎日飲んでいる薬、常備薬が必要です。余震が来ると心臓が止まりそうになります。救援のために自衛隊、消防、警察、ボランティア団体が現地へ入ろうとするが、道が通れず苦労している。ニュースで聞こえてくるのは、物資は拠点には届いている、しかし孤立している集落には全く届いていないという状況。そのまま届けられず、消費期限が切れて、せっかくの善意が無駄になってしまう。被災者の移動ができたら、現地に入る救援者も行方不明者、取り残されている方々の救出一本に全力を注ぐことができる。陸が使えないので、残りは海と空があると綴りました。阪神・淡路大震災の際には、多くの人が火災で亡くなりました。それは消防車が現地に入れなかったから、政府は民間のヘリコプターを借り上げ、県外避難をさせるべきです。地震が起きた瞬間からの行動です。県外の宿泊施設、自治体は平時より協定を結んで、有事の際にはこれを借り上げるという決め事、システムができていないこと自体、政治の怠慢であると厳しく指摘しています。法整備を含め、非常時のシステム構築がなされていないとして、平時より政府、全国知事会、全国市長会などを通じてしっかりとしたシステムを構築すべき。物資を被災地に届けるのでなく、災害が起きたら被災者を被災地域外に移動させるシステムを構築しておくべきとしました。今回の地震で5歳の男の子が火傷を負い、4日後に息を引き取ったという痛ましい出来事がありました。この件に関して、震災が起きた場合、救急車は来ないと思った方が良い。では、救護はどこから来るのか。
他県からでもヘリコプターによる救出が大事である。これが本来の救急救命である。子供は国の宝である。少子化に困っていると言いつつ、一人の子供の命も救えないのは先進国にあって反省すべきことではないかと厳しい言葉で指摘しました。政府、専門家と言われる方々がどれほど本気で、どうすれば今後一人の命も失わずに済むかということを考えてきたか。震災だからと言って救われなかったという言い訳はできない。なぜならそれだけ日本は多くの知識と経験を得てきているはずだからと綴り、大災害で得た経験が生かしきれていない現状を嘆いています。私は今行動に起こすかどうか苦慮していると複雑な胸中も覗かせていました。このように杉良太郎さんは長年にわたって被災地支援や福祉活動に精力的に取り組んできました。福祉は一方通行を持論とする杉良太郎さんにボランティア哲学を聞いたことがあります。東日本大震災の後、トラック20台分の支援物資を集め被災地で炊き出しをされました。メディアから売名ですかと聞かれた時のエピソードは未だに語り草になっています。カレーを温めている時に杉良太郎さん、杉良太郎さんと聞こえて、ふっと顔を上げたらテレビカメラがあって、リポーターに言われた。それってやっぱり売名ですかと言われたそうです。もちろん売名だよ、売名に決まっているじゃないかとすぐに返したそうです。これまでずっとついて回った言葉だし、私自身もう慣れっこになっていたのでと語ります。本当は相手にしない方がいいんだけど、売り言葉に買い言葉で、まあ修行が足りないねとしています。最高の単価ではないでしょうか。しかし杉良太郎さんは、いや私にとっては普通なんです。外務省の高官にも言われたことあるし、売名ですかってその時も同じことを言った。もちろん売名です。でも一つ付け加えていいですかと、私は今までこれだけのことをやってきました。あなた、私がやってきたこと全部やってからもう一遍同じ質問をしてくれますか。そう言ったら黙っちゃったと述べています。原発事故の直後には南相馬市や飯舘村などにラーメン5000食を届けました。うちの五代夏子と立ち入り禁止ギリギリのところまで行きましたと述べます。警察官に何をしてるんですかと声をかけられて、深呼吸してると言ったら、そんなことしちゃダメですよと言われたそうです。2015年には芸能人で初めて福島第一原発に入りました。ずっと行きたかったんだけど絶対無理ですと断られて、我慢して何年も待ちました。職員の皆さんが出迎えてくれたので、日本の運命、ひいては世界の運命があなたたちの肩にかかっている、死に物狂いで頑張ってくださいと挨拶させてもらいましたと述べています。福祉は一方通行が持論ですが、難しい、福祉は難しいよ。やっぱり相手がどう思うかだから。災害でも何でも苦しいのは当事者。経験していない人間が理解したつもりになっても実際のところはわからないですから。被災者の人たちと一緒に過ごす、ハンセン病の人たちと直接触れ合い抱き合う、そういうことを何日も重ねていくうちにだんだんと理解が深まっていった気がしますね。この人、この地域のために貢献できたらいいな、少しでも役に立てばいいなと一方的に思うだけ、そこから何かをもらうとかじゃないと福祉の真髄を語ります。ちょっと儲けさせてくださいよ、何かお土産ないですかなどというのは論外ですが、杉良太郎さんはもうありがとうございましたすらめんどくさいと思うねと述べています。この人、ありがとうございましたって言うかなとかめんどくさい、そんなこと考えてられないよと話します。杉様の愛称で親しまれていて、俳優や歌手として有名な杉良太郎さんは慈善活動で長年にわたって世界各国で数十億円の私費を寄付してきました。実は芸能人で一番寄付を行っているのが杉良太郎さんです。福祉活動への貢献により紫綬褒章や緑綬褒章も受章して文化功労者にも選ばれている芸能界の第一人者。
杉良太郎さんには生涯をかけた寄付への強い信念と困窮する人たちへの愛がありました。数十億円という金額は決して道楽で出せる金額ではありません。芸能人は金持ちなんだと思われることもあったという杉良太郎さん、実際には資金を捻出するために多くの資産を抵当に入れて銀行から融資を受け、自分の体を担保にして1億円貸してほしいと直談判したこともあると語っています。杉良太郎さんはアジア諸国やアメリカ、ブラジルなど世界中でチャリティー公演や孤児院、障害者施設への援助などを積極的に行い、文化交流もしてきました。またバングラデシュでは学校を約50校建設、ミャンマーでは数百人の孤児の食事の世話や救急車の寄付などを行い、多くの国で億単位の資金を費やしています。特にベトナムではお金を出すだけでなく、文化交流とベトナムの子どもたちが実際に自活できる方法を伝えてきました。杉良太郎さんのボランティア活動では、長年にわたってベトナムの文化交流と教育支援活動を行ってきました。ベトナムへの支援は20年以上続けています。中でも、バックラー孤児院で生活している孤児たちを現在は152人も養子として迎えているのです。ベトナムでも児童養護施設を訪れ、家庭環境に恵まれないからという理由で教育を受ける機会が失われるのは良くないと思い、ベトナムの平和と繁栄を訴え支援を続けています。杉良太郎さんは単にお金を渡すだけの支援では良くないと言います。読み書きができない、学費を出せないためにひどい扱いを受けて十分な教育を受けることができない子どもたちへの支援が必要で、教育は人にとって一番大事なことだと実感したそうです。ハノイ市等に教育施設、日本語学校等の設置、無償援助に積極的に関わって、ベトナム政府から特別友好大使も任されているほどです。ところで、芸能界の中でも屈指の大物として知られる歌手で俳優の杉良太郎さん、杉の演劇塾で新人女優に対してセクハラ演技指導があったのではないかとかつて週刊誌が報じたことがありました。被害を告白しているのは色白でお嬢様タイプの22歳の相沢アンナかなさんです。しかしこの件に関して一切報道されていません。事実であれ虚偽であれ、エンタメ系の番組でも報じられませんでした。芸能人の不祥事には敏感なテレビ関係者の間でもこの件関しては沈黙を保ったままです。なぜなのでしょうか。相沢アンナさんは約5ヶ月間週に2、3回のペースで稽古に通っていたといいます。しかし後に個人稽古中に芝居のためと称して、杉良太郎さんは俺を好きになってみろ、もっと体を預けろと言われ、声を出せずにいるとお前処女かと聞かれた末に無理やりキスをされて舌をねじ込まれたというのです。さらに今度は相沢アンナさんからキスをするように要求され、杉良太郎さんは服の中に手を入れて胸や下腹部をまさぐり始めといった具合でした。こんなの稽古のはずがないと危機感を感じた相沢アンナさんは、生理なんですということで難を逃れたというのです。この状況だけを考察すると強制わいせつにあたります。このことについてなぜ報じられなかったのかというと、杉良太郎さんの周囲がかなり周到に根回ししたということです。杉のバックは強力で、芸能界のドンことバーニングプロ周防郁夫社長が面倒を見ていて、おかげで妻の五代夏子さんはろくにヒット曲もないのに NHK 紅白歌合戦の常連として出場することができました。杉夫妻は大手レコード会社 ABEX と業務提携しているのですが、 ABEX の松浦雅人さんは尊敬する人として杉良太郎さんの名前を挙げるほど心酔しています。そのためバーニング、ABEX ともに杉良太郎さんのスキャンダルには過敏になり、同誌が発売される数日前から圧力をかけ杉良太郎さんを守ったとされているのです。そこにはマスコミにも顔が利く闇のフィクサーの姿が見えてくるそうです。大物俳優ともなるとそのバックにはとてつもなく大きなものがそびえ立っています。あらゆるマスコミに対して情報操作がなされているというのです。そしてこの件は闇の中へと忘れ去られていくことが濃厚でしょう。信じるか信じないかは見ている人にお任せします。
いかがだったでしょうか。今回は杉良太郎さんの福祉や慈善事業にかける思いなどを見てきました。杉良太郎さんはボランティアは相手がいることだから難しく、見返りや感謝は求めないと述べ、ボランティアや福祉は一方通行だという信念で活動しています。また杉良太郎さんは慈善活動に資材を投げ打つことは誰にでもできることではなく、寄付をしたくてもできない、お金がない人は時間を、お金も時間もない人はボランティア活動に理解を示し、実際に行動している人にエールを送ればいいとも述べています。大きなお金や時間がなくても立派な福祉家、福祉活動になれるということです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。